ナイス。おお。ではこちらボードの前へお願いします。ボードの。そんなことないですよ。はい。ボードの前へお願いします。まずは宇都選手からお話を聞いていきたいと思います。1回の裏、1点取られての場面でした。打席一発前、どんな気持ちでした？平間さんがランナーを二塁に行ったので、自分の仕事はランナーを三塁にやることなので、それだけ意識して。最後はランエンドヒットですか？いや、最後は普通に。あ、はい。あ、普通に。普通でした、ね。あ、なるほど。今シーズン振り返っていかがですか？もうシーズンも終盤ですが。今年はショートとして出場が多いですか？ここまでいかがですか？ショートはどうですか？好きですか？そうですね、ずっとやってるんですよ。普段はセンターの方が多かったです。はい。この小選手、最後に、ファンの答えを受けて一言お願いします。オービションスタジアム、最後の試合になりましたけども、シーズンまだまだ続きますんで、これからも応援よろしくお願いします。本当は同点が始まった小選手でした。それでは西川選手にお話を伺いたいと思います。まずは1回の裏、チャンスで回ってきました。追い込まれてからのバッティングだったと思いますが、振り返っていかがですか？初球エンドラン、外されちまったので、ね、なんとか、集中してくれてましたようです。一打で見事流れがこっちに来ました。一野選手、今シーズン振り返っていかがですか？シーズンの終盤ですか？そうですね、半数以上新しい、メンバーを迎えてでしたけども、二条がスキッパー野球を僕以外の、去年からやってる既存のメンバーが、率先して体現してくれて、で新人のメンバーも野球を理解して、くれたの で、ここ最近いい試合が続いているので、最後まで皆さんにいい野球を見せれるようにアグレッシブに頑張りたいと思います。ありがとうございます。それでは最後にファンの方に向けて一言お願いします。はい、本当に暑い中、3時間超えるゲームに最後まで応援をいただき本当にありがとうございました。首位と、まだまだ、ゲーム差をしっかり詰めて最後まで、面白い優勝争いをしたいと思います。下関は最終戦ですけれども、またホームゲーム応援ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。本当にありがとうございました。それでは最後に写真撮影を行います。それでは最後に、いつものポーズで締めたいと思います。3、2、1、フェニックス。ありがとうございました。めっちゃ大丈夫。逃げた。藤木選手からどうするんですか。持って帰ってます。ありがとうございました。よかったよ。来週以降もたくさんのご来場お待ちしております。本日はありがとうございました。